第一生命保険。第一生命保険株式会社。第一生命保険。A 賞、ザ・第1ライフ・インシュアランス・カンパニー、リミテッドは、日本の生命保険会社。持ち株会社である、第一生命ホールディングスの子会社。現在の第一生命保険株式会社は、持ち株会社体制移行のために2016年4月に、設立された2代目である。 2016年10月1日、第一生命保険グループは持ち株会社体制に移行し、第一生命保険株式会社初代から国内保険事業を継承した。現在の経営理念はお客様第一主義、一生涯のパートナー。総資産でんぽ生命保険、日本生命保険に次ぐ第3位である。1921年、大正10年に、 タツ火災事務所の設計で建てられた東京、京橋の第一総合館は、地上10階、中2階を含む、建ての東京市内有数の高層建築であった。1938年よりの本社屋である東京、日比谷の第一生命館は、複数の公開コンペ当選案を参考に1938年に、第一総合館の担当設計者であったタツ 火災事務所出身で、矢野から懇願され、第一生命に転職した松本予作が設計し、渡辺人氏が補佐するという形での共同設計で、建設された谷間の花が見えなかった時伊藤帝次長。1945年に連合国軍総司令部 GHQ 庁舎として接収される。1952年に接収解除。マッカーサーは、 東京に進駐した9月8日当日に、およそ40分かけて、都内を車で視察し、複数あった候補の中からこのビルを選んだ。皇居を見渡すことができ、カビではない機能的な建物が、マッカーザーの目に留まったと言われている。第一生命館では、現在でも、マッカーザー総司令館室が保存されているが、現在は一般には公開されていない。 あとに1970年代後半、警視庁本庁舎新築に伴い仮庁舎として使用されたこともある。1995年に第一生命館は隣接する農林中央金庫有楽町ビルと一体化させる幼虫館に高層外部分を増築し、DN タワー21第一、農中ビルとして改装されている。そのためフロアの高さが異なり、 低層部分イコール本館の8階部分の S 階が新館の6階と繋がっている。EN タワー21は戦前最後の部分保存された大規模建築として東京都選定歴史的建造物に選定されている。第一生命は東京ディズニーランド、東京ディズニーシーの参加企業、オフィシャルスポンサーとしても有名である。また、 ディズニー・オン・アイスの協力企業としても名を連ねている。1986年から起用している広告の他にも顧客に無料で配布される反則品にはディズニーキャラクターがふんだんに使用されている。企業イメージ CM でも家族と東京ディズニーリゾートがテーマになったものが放送されている。また CM の中にディズニーのぬいぐるみがさりげなく映り込むこともある。 東京ディズニーリゾートの参加企業として提供しているのはビッグサンダーマウンテン、ランド、センターオブジアース、シーの2つのアトラクションと両パーク内のベビーカー、車椅子の貸し出しサービスである。ちなみに2つのアトラクションに設置されているスポンサーラウンジは保険加入者であれば担当のセールスレディを通して無料で利用することができる。スポンサーラウンジは スポンサーがついているアトラクションにはほぼ設置されており、待ち時間なしでアトラクションへ向かうことができるが、その多くが参加企業の社員からの非公式な口利きでしか利用できない。また、2008年10月1日に東京ディズニーリゾート内に開業したシルク・ドゥ・ソレイユ・シアター東京で行われているレジデントショー、常設公演 ZZ にも協賛。 オフィシャルスポンサーしていたが、2011年12月31日に、公演は終了した。オーストリアのザルツブルクには、モーツァルトが青年期を過ごし、多彩な音楽活動を展開した、タンズマイスターハウスという、名の住家があった。しかし、第一次世界大戦で爆撃を受け、その半分以上が破壊され、さらに半華や土地には、オフィスビルが建築されてしまった。 1996年、ザルツブルク国際モーツァルテウム財団によって、オフィスビル買収され、住家の完全復元工事が完了した。現在、この住家は、モーツァルト記念館として、コンサートの開催、モーツァルトゆかりの品々の展示のほか、モーツァルトに関する文献、映像資料などが取り揃えられている。第一生命は、創立90周年の記念事業として、 開始当初からこの事業に参画し、支援を行っている。1990年、平成2年創設の女子陸上競技部がある。1994年に、山下幸子、1991年世界、陸上東京大会女子マラソン2位入賞、銀メダル獲得、1992年、バルセロナオリンピック女子マラソン4位入賞を加入。1996年に、 山下が、監督就任後は長距離走、マラソンを中心に実力を蓄え、2002年と2011年には、全日本実業団対抗女子駅伝競争大会で2度の総合優勝を果たす。現在では、田中智美、2014年、横浜国際女子マラソン優勝、2016年、リオデジャネイロオリンピック女子マラソン代表、19位など、 約10人前後の女子部員が所属している。元所属部員で活躍した女子選手では、尾崎義美、2009年世界陸上ベルリン大会女子マラソン2位入賞、銀メダル獲得、2012年ドンドンオリンピック女子マラソン代表、19位、野尻あずさ、2011年世界陸上テグ、大会女子マラソン代表、19位、2012年、 大阪国際女子マラソン3位、田中香江、2011年夏季ユニバーシアード、中国新鮮大会1万平方メートルくらい、入賞、銀メダル獲得、2017年、大阪国際女子マラソン3位、伊藤紀子、1997年、ロッテルダムマラソン女子2位、同年東京国際女子マラソン優勝などがいる。このほか全国小学生テニス選手権大会では、 メインスポンサーを務めるのみならず、試合会場、総合園総合グラウンドテニスコートの提供も行っている。本大会からは、杉山愛、西堀圭などの国際的なテニスプレイヤーを多数輩出している。2005年10月後半、各生命保険会社から相次いで保険金及び給付金の不当不払いが発覚し、同社についても合計25件。 三百二十七万円相当の不払いがあることが発表された。2006年6月24日、およそ一億五千万円、件数にして、およそ四万七千件の配当金不払いがあったことが判明。これは1984年から2005年までに発生した不払いの合計であり、2004年2月にはこうした不払いがあることを同社はすでに把握していたが、 公表していなかった。2007年1月2日、大手生保4社、この中に同社も含まれているが、医療特約関連で保険金の一部に不払いがあったことを発表。その後の同年1月16日、三大疾病に関する特約、特定疾病保険において約500件、15億円分の不払いがあったことが判明した過去5年間における、 保険金の支払い自由に該当していたと推測される。約1800件の契約化抽出した結果。など。第一でナイトは、第一生命の CM キャラクター。1999年夏にオンエアされた同社の新商品、堂々人生ハイバリュープランのテレビ CM で、田中麗奈扮する初代、第一でナイトが登場。ネーミングは、保険会社を選ぶなら、 第一、生命でナイト、に由来、リボンの騎士のようなスタイルで活躍し、広めナイト、伝えナイト、といったナイト言葉を決めゼリフとする。2004年春までの初代、第一で、ナイトファミリーは、ナイトイコール田中玲奈、キングイコール加賀武、クイーンイコールマンダヒサコ。4年秋から登場の二代目ファミリーは、ナイトイコール石原さとみ、キングイコールイブマサトウ。 クイーンイコールマヤミキ。仇役の疾病大魔王、宝田明他、サブキャラクターも数多かった。性捕獲者の CM の中では、唯一の長寿キャラクターである。保険料不払い問題を受けての保険内容総点検の企業 CM が中心になっていたため、しばらくないとの登場は見合わされていたが、2008年の年賀ポスターでは、健在ぶりを見せ、秋には、 滝沢秀明を起用した初の男性タレントによる3代目、第1で、ナイトが誕生。ナイトシリーズは10周年に入った。2013年4月1日からは、戦隊ヒーロー風の新キャラクター、D. セーバーによる CM がスタート。出演は、田辺聖一、セーバーミドル、リーダー役、滝井咲、セーバーレディ役、東出正大、セーバーヤング役、いぶき五郎。 セーバーシニア役。なお、竹井のみ前年から第一生命の CM に出演している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。